お元気ですか、ボクシビです。今回は、仙台辛味噌ラーメンを食べていきます。それではね、お湯を入れて5分待ちたいと思います。はい、5分経ちました。それでは早速食べていきたいと思います。まずですね、後入れスープとね、具材の方はですね、後で入れますので、これをね、まずは、こういう風に蓋を取ってくださいね。蓋を取ったやつはですね、なんか蓋のね、裏話とかね、書いておりますので、これはね、あの、買ってからのね、お楽しみということでね、ここではね、紹介いたしません。まずはですね、この後入れスープですね、こちらを入れたいと思います。で、続きましてですね、この具材、調理済み具材っていう書いてるね、やつがありますけどね、ちょっとごめんなさいね、ちょっとね、湯気がね、ちょっと映ってしまいましたけどね、あ、元に戻りましたね。じゃあ早速ね、この入れまして、まずね、入れたいと思います。はい、ちょっとね入れにくいんですけどね、あ、入れましたね。はい、で、ごめんなさいね、ちょっとね、あの、蓋の方にね、もやしがね、こびりついていますので、ね、はい、取りました。でね、火薬をね、入れる前ですね、こちらのね、この火薬もね、入れました。で、こんな感じでございます。ではね、早速いただきたいと思います。ではね、味の方見たいと思います。まずスープからです。お、これは逆にね、この辛いです。前にね、あの、甘いね、味噌の方もね、紹介したんです。こちらはね、たち辛味噌でね、ピリ辛な感じがね、いたしますね。はい、これね、もっと好きな方はね、あの、なんだっけ、七味唐辛子を入れてもね、あの、平気だと思いますけどね。で、今度ね、麺を食べてみたいと思います。麺はね、あの、ノンフライ麺でございます。うん、なんかもちもちといったね、食感がね、うん、麺と絡み合ってね、とてもね、あの、うまいです。うん、で、よかったらですね、こちらのですね、仙台辛味噌ラーメンもね、購入してもいかがでしょうか。じゃあしばらくね、味噌ラーメンシリーズが続きますけどね、うん、で、今度はね、またね、水曜日の方にね、やっていきますのでね、よろしくお願いします。コミュニティの方でね、あげておきますので、よかった、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。